はい、ごきげんよう、みつけやまです。今日もライブアライブやっていきたいと思います。ほな、元ですね。はい、ということで、前回この天守閣の屋根裏まで来たので、ここを攻略していきたいと思います。どこ行けばいいんだろう。行けるとこをとりあえず行ってみるか。行けそうなとこね。ここ行けるでしょ。あ、上に宝箱がある。で、このレバーはどうやって押すんだ？レバー。乗れない。こっちか。で、あ、あそこにレバーある。ここに。で、押そう。どこが動くんだ？どこ？そこが回ってもな、そこが回ってなんかいいことある？え？とりあえず向かうか？あ、やばいかも。落ちる、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 落ちる。落ちました。え、どこ行くの？落ちると。あ、あどこ？あ、地下牢ってやつ？あー、なるほどね。ここが噂の地下牢だ。開けられんじゃない？鍵持ってるよ。かゆ、ちょっと待って。足かゆ、よいしょ。これ、持っててよかった。持ってなかったら罪ってこと？おお、待ちかねたぞ。誰？助けに来てくれたかさ。早くここから出してくれ。いいよ。間違えた。ちょっと待って。おお、助けさ。はい。助けるから。待っても。地下牢の鍵。はい。いやた、しかし。しかし。お前は助かるんがだ。37人斬り。おおおおおお。ちょっと待って待って待って。ビビった。急に何事かと思ったぞ。おい、お前。ちょんまげ。ちょんまげ。あ、違う。ちょんまげつけてんじゃん。なんだ。お？お、なんだここ。天守閣いるじゃん、もう。ちょっとやだ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 。ちょっと待って、戻れ戻れ。こっちは？あ、誰かいる。調べる。地下牢の鍵全部一緒なの、ちょっとセキュリティに難ありだと思うよ。君たち何？おう、エネミー忍者。あ、敵だった。ベリー、どうしたの？お帰り、国に。よし。君も？ナイス。ベリーナイスってこと？くだらねえ。よし、超ベリーナイスだわ。超ベリグ。オッケー。こっちは？お、誰かいる。近いな、この人。ちょっと離れ離れて。旦那、食いもん恵んでください。食いもん？断る断る。やはり騙されんか。悪の早漏版、どっちが強いんだ？防御が下がるけど特攻が上がるのか。
素早さも上がる。手にしとくか。あ、どっちがいいの？あ、でもこっちの方がいいの。うんうん。じゃあこっちで。ここなんかあるんだよ。ここ行こう。地下だね。地下2階？ここもあんじゃね？あるよね、やっぱりね。ここは後で行こう。裏の鍵、地下牢の鍵。はい。我が輩は五右衛門である。誰五右衛門？主、助けてくれたんであるか？そうだよ。貴様何者だ？何者だ？主とは戦いたくないである。貴様何者だ？何者だ？そんじゃ行くであ。質問に答えてないのよ、おぼろ丸ちゃんはさ、ずっと。五右衛門、強そう、なんか。もらった。全然当たんないんだけど。返しただと。返された。痛い。全然当たんないな。これするか。ちょうちょ、全然当たんないんだけど。何この人、雲の糸。痛い。なんかされたぞ。攻撃できなくなった。なるほど。そしたら、サジンの術。強いんだけど。よし。反撃ずるいんだよな。痛いって。やばいね。帰るか？死んだが？死んだ。え、強っ。何この人。え、もう一回。ごめんて。親方様。よいしょ。よし、リベンジ行きましょう。この砂人の術が効いてた気がする。砂人の術。これで行こう。よし、これが強いのよな。これは、そう、これがさ、多分近接攻撃できない系だから、近接っていうから術以外できなくなっちゃうから問題ありな。よしよしよし。お、もう一丁できる。頑張れ。いけるぞ。痛い。大丈夫。いける。これやってりゃ勝てるぞ。よし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 。勝った。やったぜ。なんだ。多分お化けであろう人もさ、もやもやってなったけど、なんなんだあれは。へい。鍵。あ、落ちた。罠だった。なんだここ。地下3階まで来た、一気に。これ人玉ちゃん？かわいいやつ。あ、人玉だ。人玉ちゃんは、こっ
布団の術。よし、全員倒した。わあ、なんかあったりはしなそう。めっちゃ骨ある。おい、復活した。あ、無限脇なんだ、ここ。なるほどね。エロイムエッサイム、エロイムエッサイム。あ、石だ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 。我は求め、訴えたり。石だ、来た。これ何なの？エロイムエッサイムだから、ドラキュラっていうか吸血鬼的な？どちらへ行かれる気です？耳が幸せです。ここを出ることはまかりなりませんよ。あの男を助けに来たようですが、それは不可能というもの。なぜなら、一階の忍び風情に、この私を倒すことなどできようはずもないですからね。ならば切る。ならば切る。この私は不死の身。それでも切るとおっしゃいますか？ならば切る。ならば切る。会話ができないんだよな。おぼろ丸。仕方がありませんね。もう少し頭の切れる方だと思いましたが、思ったより愚か者のようですね。それでは、この美しい私が、父なる主のもとへあなたを送って差し上げましょう。アーメン。アーメン。天草四郎じゃん。天草四郎じゃん。なんで天草四郎なん？どういうこと？ほらまあでも確かにキリシタンだもんね。あれキリシタンだよね、天草四郎って。あれ嘘？違う？歴史苦手なんだよな。思ったよりやるようですね。でもなんかあれ水の上立ってたって。海の上立てるらしい、天草四郎。マイル遊びはそろそろおしまいにしましょうか。やばい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 。あ、意外と大丈夫じゃん。全然大丈夫じゃん。勝てるのでは、これで。はい、とどめ。かまいたち。ガハハ。そんな、不死である私が。許せ。幽霊だから不死ってこと？あの、もやもやって消える人たちは、みんな幽霊なのかな？倒した。なんか人玉ちゃんが言ったでしょ。この私は不死の身とね。まだ戦うの？人玉があるときに戦っちゃいけないんじゃない？先にこいつら倒さないといけないんじゃないか？いや、なんか復活するからなんか変だなとは思ってたんだよね、ちょっと。よし、倒したから。今、急げ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 。おやめなさい。後悔しますよ。戦いましょう。ならば切る。仕方がありませんね。もう少し頭の切れる。思ったよりお、それ、この、おし、父なる主の、行きましょう。アーメン。アーメン。かまいたちが強い。愚かな。おいしょ。弱点ないんだ。かまいたち。おいしょ。いい。思ったよりやるようですね。おいしょ。いい。遊びはそろそろおしまいにしましょうか。はい、ラスト。これでどうだ？不死である私。人玉全部倒したんだけど。これで倒せなかったらもうわからない。この私が破れるなどありえぬ。
あってはならぬのだ。死ぬよ。あ、倒したんじゃない？今度こそ。やったー。聖者のベール。お、誰？誰これ？なんな、騒がしいにゃ。にゃあ。ここは居眠りもさせてくれんがかや。まあ、ちょうどええわ。腹が減ってたまらんがよ。何か食わせてくれんかにゃ。カステイラがあったら嬉しいがやけんど。いや、この際に贅沢言うがもなんじゃき、なんでも。カステイラあるよ。おまん、民家をやにゃ。新入りかよ。いかにも。いかにも。いや、そりゃ嘘じゃき。おまんはそんな匂いはさせちゃせんき。としたら。おう、わしを助けに来てくれたがかよ。そうそう。そりゃご苦労やったにゃ。ちっくとここも飽きてきたところやったき。誰だ？お言葉に甘えて連れて行ってもらおうかにゃ。にゃあ。誰？あ、鐘鳴った。鐘の音。顔。一緒に来る。誰これ？あ？誰だ？ここの上司に礼が言いたい。チックと付き合ってくれんかにゃ。そんなにゃーっていう方言はどこだ？6階。にゃーにゃー。これどうやって取りに行くの？これは取れないのかにゃー。あ、なんかここにさ、階段ない？ここ。気のせい？これ階段じゃない？なんか階段見える気がするんだけど。この辺に、この辺に階段があったりするんじゃにゃか？ないにゃ。え、もう階段があったような気がするにゃ。にゃーって誰だ？坂本龍馬ってにゃーにゃー言ってたっけ？誰だ？この辺じゃないのか？ここから操作が。この辺じゃないの。ここどうやって行くんだろう、これ。あそこの宝箱どうやって取るんだろう。ここ。ちょっとなんか知恵をひねりなさいよ、お前。誰よ。ここ入ってみよう。よいしょ。ここかな、見えてたのっていうか。ここは？あ、一緒にこれやってくれんの、水筒。ここいたよね、敵。なんか敵いるって言ってたとこだ。これし、ここー松風一緒に戦ってくれるんじゃん。あ、お名前見たいんだけど。囚われの男は囚われの男なの？あ、っていうか仲間になったんだったらさ、これ、え、待って、六つの髪持ってるからやっぱりさ、坂本龍馬じゃない？あれ、六つの髪持ってんのって坂本龍馬だよね。違ったっけ？あれ、坂本龍馬じゃなかったっけ？六つの髪。これ何？ピチピチ。なんかいる。